今日は中学校の、授業の一環で一番最初津別峠の雲海ツアーから始まるんですけど、津別の自然を知ってもらった後、今度森を知ってもらって、で森を知った後丸玉産業さんでキノコと製材とかっていうの産業を知ってもらって、で最後エネルギーになる木を知るっていうようなちょっと一貫した木育の授業みたいなのがあるので、それの中の森を知るっていう部分を今日やらせてもらいました。とっても素直に受け止めてくれるんで、僕なんかが気づいてないことに違う角度から気づいてみたりとか、やっぱ子供って好奇心がすごいいっぱいあるので、それはすごいなって思いました。本当にどんな風に感じてもらってもいいんだけど、その感じたことからなんでだろうとか、もっと知りたいとか、ここで感動してもらって、その感動で自分がもっと何かをしたいなって思ってもらえたら、僕は個人的には成功だと思ってるんですね。自己成長できるきっかけ、それが多分好奇心っていうすごく大きな原動力。もう津別出身なんですけども、あの川の始まりとか見た時に感動したんですよね。子供たちも何かその本物の何か見て感動する場面が一個でもあればいいなと思って、おります。はい、とても楽しかったです。あの森にいっぱい触れ合えたので、なんかいい経験だったかなと思います。木とかの触れ合いもしたし、いろいろ知りたいから、まあ、いいと思います。正直あんまり教育をしてるっていうつもりはなくて、自分も一緒に知りたいので、あの視点はいっぱいあった方が、僕だけの視点で見るよりも十人十色じゃないですが、世代が違う仲間ですね、もうね半分が一緒に見てくれることで、実は教えてるつもりはなくて僕が教わってるというか、ここで完結する話ではなくて、彼らはこの先多分80年とか90年生きていく人生があると思うので、その中で何かこう自分が生きていく糧になるものの種みたいなものがあるといいなと思ってるので、持って帰るものは感動とか、もっと何したいなっていう好奇心がちょっと大きくなって帰ってくれたら嬉しいですね。